韓ハイレ令イは台湾東園県出身の作家、写真家。猫をテーマとした写真で知られ、インターネット上では猫夫人あるいは猫博士夫人と自称している。実践家生鮮家学校家政家を卒業し、音楽教師としてピアノを教えていた。自分の子供が生まれた時には育児の必要から13匹もいた飼い猫を友人に預けたという。2007年に 夫が経営する動物病院のウェブサイトに載せるために、に来市追加おルク幸福里へ行き、100匹以上の野良猫を撮影した。そして、幸福里の野良猫に関して、環境整備あるいは医療や否認、虚勢の問題に取り組む猫愛好家のボランティアを募り、猫を捨てないようにとも呼びかけた。これがメディアで報道されるようになると幸福里を猫、 愛好家が多く訪れるようになった。さらに、日北市の農業局動物検疫防疫所や観光局とも協力した結果、幸福座とはさる猫村として観光名所になった。野良猫は100匹近くと多数であるため論争や問題を引き起こし有名になったが、ための捨て猫の問題や2012年には猫ジステンパーの大流行で猫大量死もあった。この他、 に北市三みえにあるギテンにも多くの野良猫がいる。関レイが実女のおまけとしてギテンの許諾を得て制作した猫おかみもある。既婚。夫の林正樹は台北市にある中山動物委員の委員長。数岡詰。現住所はに北市三みえく。ギテンに猫ちゃんを見に行く猫夫人の作ったご章。 ギテングルの猫が1ゲット台湾ニーズ、ウィンズ・ジャパンズ、キャット・アイランド、フォトコンテスト名、29、2010ザ、チャイナポストヤフーのトップページに踊り出た猿の、猫 MAR、25、2014中国時報。ありがとうございます。